こんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬野道隆です。今日ご紹介するのはこちらのコールポートのマダムポンパドールのフィグリンになります。マダムポンパドールといえば多分ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ簡単にですね、マダムポンパドールってどんな方だったのかということをお話しした後に、この商品のですね、拡大の動画をご紹介していきたいというふうに思っております。このようにですね、すごく美しいと言われていたポンパドール夫人なんですけど、まあ実際にですね、もう生まれた時からすごく可愛かったというふうに言われています。で、それに一番最初に気づいたのがお母さんだったんですね。で、このお母さんがこの子だったらフランス宮廷に入って国王の愛称になるかもしれないというふうに思って、ポンパドールにすごい英才教育を受けさせるわけですよ。で、当時のフランスで女性っていうのは勉強とかって別にする必要はなかったんですよね。ただそんな中、ポンパドールはもう必死に勉強するわけですよ、お母さんと一緒にですね。で、それでチャンスがあればフランス宮廷に入って愛称として認められるということをもう願ってですね、それで2人で一生懸命頑張っていくわけなんですよ。まあこんな感じですね、ポンパドール夫人っていうのは美貌もあるし知性も兼ね備えたすごい女性になっていくわけなんですね。で、今ですね、愛称というふうに説明させていただいたんですけど、もう当時のルイ15世っていうのはとっくに奥さんがいたわけなんですよね。で、フランス、当時のフランスにはなんか不思議な恋愛感があって、奥さんの他にも愛称という人たちがいたわけですよ。まあ人たちがですね、だからその愛称っていうのは今でいう愛人のことなんですよね。ただその国王と独身の女性がこうやって恋愛するのは不倫になるわけですよ。ただ国王が結婚しててこっちの人も結婚していれば不倫にはならないんですよね。なぜか恋愛と、これは恋愛、お互い結婚してるし恋愛というふうに認識されるわけなんですよ。で、当時のポンパドール夫人っていうのも実はもう結婚してたわけですよ。ルイ15世の奥さんとして認知されてるんですけど、もうその当時はですね、もうポンパドール夫人っていうのは普通の一般市民の男性と結婚したわけなんですよ。ただそこで、いや、やっぱりそのフランス宮廷に入って手に入れる地位と財力は見捨てることはできないということで、ルイ15世に近づいていくというわけなんですね。なのでよく比較されるマリー・アントワネットとはちょっと違うんですよね。まあマリー・アントワネットはもうとにかく散財したというイメージだけなんですけども、この方っていうのはなかなか優秀で頭の切れる女性だったというふうに言われております。もうですね、すでにご存知だとは思うんですけど、こちらのこのポンパドール夫人はすごくおしゃれだったというふうに言われています。で、有名なのがここにある胸元にあるリボン、ここですね、と袖のところにあるレース、まあフリフリですよね。これが一番有名なポンパドール夫人のスタイルというふうになります。実際にですね、そのこのピンクのドレスを着た絵画があって、このコールポートもその絵画をもとにこのポンパドール夫人を作ったというふうにされてるんですよね。なのでこのポンパドール夫人っていうのはこのリボンとこのフリフリ、まああとこっちもあるんですけど、頭の方もあるんですけど、まあそれがロココ時代を花開かせたというふうに言われるゆえなんですね。はい、それではですね、これから実際にこのコールポートのマダムポンパドールのフィグリンの細部、表情とかですね、手元とかをもっと近くで見たいと思っている方もいらっしゃると思いますので、これから動画をですね、拡大してご覧いただけるようにしていきます。それではどうぞ。はい、こちらがですね、今ポンパドール夫人が回ってるんですけど、そこの、拡大しているところの写真と、まあ動画ですね、動画になります。まあ、こんな感じですね、すごくお肌が白くて美しいです。透き通るような白さがありますよね。マリー・アントワネットもそうだったんですけど、コールポートのフィギリーの特徴っていうのは肌が真っ白、本当に真っ白で、もう透き通るような白さが感じることができます。表情もですね、すごくキリッとしてて、そのポンパドール夫人の美しさをそのまんま、なんていうんですかね、表現していますよね。で、ここにあるバラですね。で、フリフリもとても可愛らしい。で、この袖のところのフリフリもすごく可愛らしいですよね。で、ドレスのところもすごくボリューム感があって、
まあ、色もピンクなんでですね、すごくそのお部屋の印象とかを華やかにしてくれると思いますね。でこの手に持ってるのは何かわかんないんですけど、まあ、このブレスレットとかもあって、とても細部まで再現された作品というふうに言えますよね。で高さがだいたい23センチぐらい。で幅がこの幅ですね。この幅が16センチぐらいになっているので、ある程度の大きさがあります。なのでこれ一つ飾っていただくだけでももう十分にそのお部屋はですねすごく華やかになるというふうになっておりますね。これが、コールポートのフィギュリンの特徴というふうになります。実際にですねこんな感じでマダム・ポンパドールというふうに入ってて、ここですね、ここにコールポートのサインが入っています。で、まあもちろんこれがリミテッド商品なので12,500体作られたうちの1532番という証明が入っております。はい、ということでまあ一旦ですねこのポンパドール夫人の拡大しているところの動画を終了といたします。はい、拡大動画をご覧いただきどうでしたでしょうか。実際に近くで見た時には、ああやっぱり可愛いね、綺麗だねというふうに思っていただけたのかなというふうに思っておりますね。コールポートのこのフィギュリンの特徴なんですけど、なんでかリミテッド商品なんですよね。リミテッド商品でもさっきも見せた通り12,500体しか存在しない作品というふうになっております。なのでマリー・アントワネットも12,500体しかないんですよね。で12,500体ってまあまああるじゃんというふうに思う方もいるかもしれないんですけど、これが世界限定の12,500体なんで、まあ、実質日本にあるのもあんまり多くはないというのが現状なんですよね。なので実はこのマダム・ポンパドール夫人のフィグリンっていうのはすごく希少性が高い作品というふうになっております。まあ、ただですね僕のお店にお問い合わせいただければもちろん探しますのでそこはご安心ください。というわけで今日はこちらのですねコールポートのマダム・ポンパドールのフィギュリンをご紹介させていただきました。可愛らしくてとても華やかな作品ですので、特にですね女性の方は喜んでいただけるのかなと思いますね。で男性の方であっても女性の方にこういったフィギュリンをプレゼントすることによって喜んでいただけるのかなというふうに思っております。ということでですね、今日はこちらのマダム・ポンパドールの商品のご紹介を終了とさせていただきます。アンティークテーブルウェアではこの他にもいろんな商品を取り扱っておりますので、気になる方がいらっしゃいましたら、こちらのですね、もっと見るを押していただければ、弊社のショップのリンクが出てきますので、そちらからご覧ください。ということで今日はここまでご清聴いただきましてありがとうございました。